今日の試合実況を務めますのは西岡明彦です。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ファンとしても楽しみな試合ですね。今日の試合は北海道コンサドーレ札幌がサガン鳥栖と対戦します。このチームですが、中盤から前のディフェンスについては評判がよくありません。今日の試合で何か変化があると思いますか？確かにプレスはあんまり積極的ではないと感じます。とはいえ、この戦術で勝つ見込みがあるから採用するわけですので、今日のゲームで急に戦術を変えてくることはないでしょう。前半が始まります。キックオフです。小野裕二、危険な位置です。緊張感が増してきます。中を確認したい。ルーズボールになった。サイドへ展開していきます。スローインです。キム・ミンヒョク、原川力、さあスタジアムのテンションが上がります。このボールは相手にクリアされました。コーナーキックで続きます。中に入れた。ここはしっかりクリアされました。カウンターのチャンスです。宮吉匠、ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールがフリーになりました。小野裕二、原川力、ボールは戻されます。進藤涼介、もったいない形でボールを渡してしまいました。いい形でゴール前まで持ってきました。中には入れさせない。ここでフェルナンド・トーレス、いいボールを送りたい。ここでボールを取ります。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。宮吉匠、福田明人、
フェルナンド・トーレスにこれ以上の自由を与えてはいけないでしょう。宮吉巧みパスをこの位置で防ぎます。中はどうだ。ここはキーパーが簡単に抑えました。危険な位置です。緊張感が増してきます。荒川力樹中にクロスが入った。ボールはここはクリアされました。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。この選手ですが前半はまずまずのパフォーマンスだったでしょうか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。さあ後半の45分が始まりますがどのように動いてくると思われますか。どちらのチームもまずはボールを落ち着かせることが大切です。そしてお互いのポイントとなる選手を走らせることが重要になりますよね。ハーフタイム中にどのように仕切り直してきたのか楽しみですね。さあスタジアムのテンションが上がります。シュート、シュートはしっかり詰めている。これはもったいない、ボールを失いました。これはスローインになります。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。どこまでドリブルするのでしょうか。サイドを崩してチャンスを作った。コーナーキックです。交代選手がピッチの脇に待機しています。うまいパス、しっかりキャッチ。小野裕二、宮吉巧み見事な視野です。ここはシュートチャンス。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。素晴らしいゴールが決まりました。狙いすましていましたね。見事なコントロールです。違うアングルから見てみましょう。待望の先制点が入りました。高橋よしき、キム・ミンヒョク、ボールを運びゴールに襲いかかります。さあ揺さぶりをかけていく。さあここでプレスを受ける。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。いいカットです。ボールを奪いました。フェルナンド・トーレス持ち込んできた。
これは止められます。小林雄三、原川力、いい形でゴール前まで持ってきました。ゴールキックへと変わります。ここで選手の交代です。フレッシュな選手を投入します。試合はスローインで再開です。サポーターが声援で選手を後押しします。これはチャンスですね。残り時間もわずかですから、少ないチャンスをものにしたいですね。仕掛けてくるのかフェルナンド・トーレス。原川力、観客の声援が高まる。小野雄二、引いて守っていますね。キム・ミンヒョク、原川力、ここで折り返したい。中央にクロス、いいパスだ。このまま終わるかと思われましたが、まさかの同点ゴール。残り時間は十分にあります。どういう結果になるかまだまだ分かりませんよ。これで同点です。いい時間に決めましたね。流れは来ていますから、勝ち越しも狙えるかもしれませんよ。この角度からも見ましょう。宮吉拓実、キム・ミンテ、ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。横へ展開をします。キム・ミンテ、パスをこの位置で防ぎます。ここはボールを奪いました。素晴らしいボールです。後半が終了いたしましたが、決着はつきませんでした。クロスが入った。ボールは